こんにちは、安永宗太郎です。20歳成人を迎えた皆さん、おめでとうございます。いろいろあるよね。うちの息子もね、ちなみに20歳になって成人式だったんだけども、成人式は、行われませんでした。で、本人もね、残念がってたんだけども、でも、まあ人生続いていくし、歩み続けなきゃいけないし、で、今みんながね、学生なのか、もう就職してんのか、それは人それぞれだと思うんだけど、その今自分がいる場所で、どのように自分の花を咲かすか、これはね、つぼみをこうね、水まいて育ててきたわけですよね。で、必ずその花は咲くから、諦めなければね、OK、諦めちゃダメよ。自分が今苦しい、どんな状況にあろうと、今の一歩一歩を大事に歩み続けていく。それがきっと小さな花なのかもしれない。大輪なのかもしれない。それはこれからの一歩一歩がきっと違いとなって現れてくると思うので、自分が大輪を咲かせたいのであれば、その一歩。小さな花をいくつもと思えば小さな一歩。それぞれがそれぞれの歩みの中で楽しみながら、大きく自分の人生をエンジョイしてくれることを僕は期待しています。またどこかで皆さんと会える日があれば、僕も確実な着実な一歩を歩んでるよっていう話ができたらいいなと思います。皆さんと話ができるのを楽しみにしています。安永宗太郎でした。